ラ・ママコックスは2014年に結成された日本のロックバンドである。これまでのあらすじから1977年、レ・ママコックスは地球のロックシーンを侵略すべく、シャイダー、神田和幸、ランディ・エックス、ひまわりは宇宙から向かっている途中、まさかの時間軸のねじれ現象が起こり2017年に渋谷に不時着。レコードを作る予定を CD に変更して、 ファーストアルバムを発売したのであった。ヒストリー、BR2014 年、ラズルの追悼ライブで、マック・シャイダー・ウ田ダ、まわり川河村・ランディ・ X、剛クス、ツヨシ、が、ラ・ママコックス名義で出演した。2015年2月、ダスター・マイナス3の虎として出演した、テスト・ノー・犬神サーカスランと3万で、実質上の活動を開始した。 2016年11月、音楽方向性の違いから、米山大輔が脱退した。2017年2月、ゲストギタリストとして、レコーディングに参加していた、神田和幸がメンバーとして加入した。同年4月、ファーストアルバム、ラ・ママコックスをリリースした。ラ・ママコックス・ストンプ・イット、ラ・ママコックス・レッド・メインボート・ラブ・ワン・モア・タイム、藤山ロック・ア・ユー・レディー・クレイジー。 パーティーイミテーションブルーズアベイクナウありがとうございます。